こんにちは。開運案内人池田宝光です。今日はですね、ある数字がこれからあなたに幸運を引き寄せる、金運ももちろんそうですけど、これに気づいてね、ものすごく得してる方いますよね。意外とね、こういうのに気づいていない方もいらっしゃいます。そういう話なんで、ご存じない方はもちろん、知っている方も是非ね、これからチェックしていただきたいんですが、こういうその人に幸運を呼び寄せてる数字をエンジェルナンバーとか宇宙があなたにくれている数字、気づきの数字、幸運を予言する宇宙数とか言ったりしますよね。数字といえばですね、例えば宝くじの当選金額の数字、これが高額だとジャンボ宝くじ1等7億円とか3億円ね、前後賞でも1億とか1億5000万とかあるわけですよ。当然前後賞を合わせると5億とか10億とか、これね、簡単に言ってますけど、5億10億円なんてない、これ莫大な金額ですよね。普通のサラリーマンが一生かけても手にできない金額がまとめてドーンと一瞬で手に入るというね、こういう宝くじ当選みたいな金運についてのことも数字で予言されていた。そのことに後で気づいた、そういったケースってありますよね。これご存知でしょうか。これね、数字というものにですね、今言いました5億とか10億とかね、数字、これ自体に強い引き寄せの力が働いてるわけなんです。大きな数字には大きな数字を引き寄せる力があるといったことがね、言われているんです。ですからコメント欄にも10万とかね、100万とか、なぜか臨時収入がありました報告される方多くなってきてるわけです。例えば数字というものの中にあるこうした秘密めいた力の中にはね、例えばね、さっき言いましたエンジェルナンバーっていうのもありますよね。私ね、さっき時計を確認した時ね、ちょうどね、時刻が11時11分だったんですが、こういうふうにね、なぜか同じ数字、同じ並びの数字を何度も目にすることってありませんか？これね、見ようと思ったわけじゃないんだけど、パッとね、目に飛び込んでくるんですね。これね、ありますよね。私が言いましたこの時計の数字なんかもそうですけど、例えば、さっき買い物したんだけど、レシートの合計金額を見たら、5555円、5が4つ並んでる。5555、何これ。おとついはレシートに3333円3が並んでた。5555ってね、これね、私にこのまま突き進めって言ってるのかな。じゃあ3333って何だろう。そんな感じでね、思ったことってありませんか？もちろん数字はね、喋ってないんだけど、数字が何か言ってる気がする。メッセージみたいなものがある気がする、ね、結論から言いますと、数字がメッセージになっている場合がね、確かにあるんですね。どういうことかと言いますと、数字のメッセージには特徴があって、それはね、言葉が通じない相手からのメッセージであることがほとんどなんです。つまり相手は人間じゃない。少なくともね、今の日本語を話せる霊的存在ではない。これね、はるか太古のご先祖様だったり、あなたに関係がある外国人の霊だったり、あるいは宇宙そのものからの強い意味合いのメッセージの場合もあるんです。なぜかと言いますとね、これ数学とかね、物理に詳しい方習ったらね、ご存知のように数字っていうのはね、共通語なんですね。共通語、現実としてはね、宇宙共通語なんです。例えばね、アメリカの NASA だって日本の JAXA だってどこの国の政府機関だって地球外の知的生命体と遭遇するときはね、まず数字を使ってコンタクトすることになるんです。ですからね、数字を読み取れないとコミュニケーションできない。逆に言いますとね、数字のメッセージを知ってたら今まで絶対にコンタクトできない、絶対にわからないって思ってたことがパッとね、謎が解けちゃうみたいに理解できたりするんですね。本当にほら、人間とコンピューターだって0と1で会話してますからね。デジタルで。でしょ？あなたが持っているスマホだって実は中身は0と1の数字で全て情報をコントロールしているんです。市中水明とか誕生日占いとかね、生命判断が深く分かっている人だったらね、ご存知のように宇宙は全て数字で法則が決まっているわけですからね。そこで数字に込められているメッセージについて話そうと思いますが、例えば1に関する数字が出た時、さっき私が言いました11時11分とかね、レシートの合計が1111111円だとか、あなたの目にパッと1111が飛び込んでいるような時ね、その時はエンジェルナンバー1のメッセージ。何かを始めるなら今がその時だ。スタートしなさい。あるいは前向きになりなさい。あるいは何かとの出会いがあるというね、暗示なんです。そういうメッセージになります。続けて順にいきますと、次の2はバランスを取りなさいというメッセージです。逆に言いますと、現状の不安定さを宇宙が理解してくれているので、安心感もあるメッセージになりますよね、こういうのって。注意点としてはですね、信頼される言動をしなさい。言葉にも注意なさいというね、メッセージでもあるんです。で、その次の3。3は、その時のあなたの霊感が高まっているというのを示しています。霊感に従いなさい。自分の直感を信じて行動しなさい。外からの情報に迷わされず、あなたの内なる直感で選びなさいというメッセージですね。次、4です。次の4は、聖なる存在があなたのそばにいます。いますよ。守ってくれています。守ってくれていますよ。というメッセージなんですね。ですから、こういう4にまつわるエンジェルナンバーを目にしたときは、祭りごと、祭祀ですね。お墓参りに行くですとか、願い事をするのにね、最適な時なんです。で、次の5。5はね、言葉遊びでも何でもなくて、エンジェル数列の真ん中にあって安定している。だからそのまま進んでよろしい。5ですね。信号で言えば青信号ですね。そのまま進め。今やっていることを継続して大丈夫ですよ。あるいは、恐れることなくやり遂げなさいっていう意味なんです。次の6。6はね、さっきの5は青信号と言いましたけど、6は信号で言えば黄色。注意を促す信号ですね。問題があるんだったらその問題をなるべく早く解決しなさいっていう意味なんですが、これはね、片付けしなさいという意味でもあるんです。そのままズバリ、お部屋が片付いていないんだったら片付けなさい。捨てるべきものがあれば今捨てなさい。断捨離ですね。それを促すメッセージなんです。次、7が並んだエンジェルナンバーや7に関連する数字は、あなたが正しいというメッセージです。7はですね、正義や主義、主張を表す数字なので、宇宙という裁判長はあなたの勝利、あなたの勝ちを伝えているわけです。そして7が正義だとすれば、次の8、8は豊かさをもたらす数字なんです。豊かになるですとかね、増えるですとか、8のエンジェルナンバーを見るようになったら、投資ですとか、何かそういうものをね、始めるのに向いているかもしれません。宝くじに当たりやすいのもこの時だと言われてますね。また8はね、豊かさと同じく永遠の愛を暗示する数字でもあるんです。ね、もしお付き合いをされている方がいるとしたらね、末永くパートナーになれるでしょうし、間もなく本命の相手と結ばれますよっていうメッセージでもありますね。そして9、9ですが、9は終わりを示すのと同時に、次のステージに1桁上がるっていうね、その前の数字でもありますから、今抱えている問題が終わる、解決する。次のステージ、新しいステージ、レベルアップを望んでいる方は、その願いが叶いますというメッセージになっていますね。そして最後の0というエンジェルナンバー。これですが、これはあなたのことを認めている。 OK です。何も心配しなくていいというね、究極の肯定のナンバーですね。宇宙はあなたのことを認めています。理由とかね、何もいらないんです。あなたが肯定されているのと同時に、これはある意味ね、解放される。あなたは自由なんですよというね、素敵なメッセージなんですね。ちなみにね、あなたの生年月日いつですか？例えば1977年7月17日とかでしたらね、数字の7の割合が多いですね。ですから7の正義感が人よりやや強めでね、人からは個性的に見られたり、こういうね、見られたりしているかもしれません。生まれ年は西暦でもね、平成、昭和ね、こう元号でもどっちでも構わないんです。自分がよく使っている方がエンジェルナンバーの比率が高くなります。占いとして見てもね、これ面白いですよね。こういうのは信じるとか信じないとかありますけど、信じなくてもいいんです。信じなくてもね、生きていきますからね。でもね、言っておきますけど、信じた方がうまくいきやすいんです。なぜかと言いますとね、目に見えない世界のことは見えない力となって私たちにいつも影響しているからなんです。言い換えますとね、あなたを応援してくれている、サポートしてくれていると言ってもいいんです。無視することもできますけど、後になってああそうだったのかってね、気づくことっていっぱいあるんですよ。ね、あの時言われてたこと思い返せば当たってたなとかね、言うこと聞いとけばよかったってね、後になって後悔することって意外と多くないですかね。そんな感じがしたのにとかね、分かってたのにってね。ですからね、エンジェルナンバー、目に見えない世界からのメッセージ、こういうのも知っておいて、その都度役に立てると人生が彩り豊かになって楽しくなるんです。数字にとらわれすぎるっていうのは良くないですけど、パッとエンジェルナンバーに気づいてね、ハッとした時、またこの動画見ていただいて、1だからそうか、2だから3だから、あ、こういうことなのかってね、見て人生を楽しんでください。もしこれまでにもエンジェルナンバーを見たことがあるとかね、自分の中に気になっている数字、別にゾロ目でなくてもね、3とか4とかね、一つの数字だけが気になってるっていう方もいらっしゃると思いますんで、そういう体験談とかね、思い出がもしございましたらコメント欄に書いてみてくださいね。その数字がその時のあなたへの目に見えない世界からのメッセージになっていることがあるんです。それではご視聴いただきありがとうございました。次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。開運案内人池田方向でした。